全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、外から押して13番ミネニアムマシリカ、4番トムスクライエロー譲りません。17番ネックーザ先頭に入れ替わります。8番フォーマンエマス好位をキープ。各馬1コーナーを目指します。内押さえて5番セレスティアル、続きまして15番スカーレットキング、これを見るように内側10番サクラ、少し差が開いて14番コロン、1番インテリアグリーン、この辺りが中段。その外11番コーラスツイン、18番スーパージュニア、これから向こう上面に入ります。内から16番ユーマーコンドル、1馬身相手6番 KJ ソプラノ、その内3番ピアノウィンター、外を抑えて7番伝説のダービー。 1000m の通過タイムは1分0秒0。内から2番セクシーバラード、1馬身相手9番キラノセンター、最後方は12番オルフェーブル。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってトムスクライエロー、後ろに17番レッグーザ、8番トーマンエマス好位をキープ、後ろに5番セレスティアル、各馬大欅の向こうを通過。外を抑えて15番スカーレットキング、3馬身相手13番ミレニアムマシリカ、内側10番サクラ。長い府中の直線 500m に入ります。ここから最後の力比べ、トムスクライエロー先頭を譲らないか。400を切って先頭トムスクライエロー、そしてネックーザ、3頭の激しい先頭争い。トーマンエマス突っ込んでくる、2頭が激しく競り合っている。あと200、ネックーザいい足で伸びてきた。ネックーザ足色は衰えない。ネックーザセクシーバラード、ネックーザ先頭でゴール。勝ったのはネックーザ、鞍上は古川奈穂騎手。ネックーザブリーダーズカップを制しました。2着トーマンエマス、3着にはミレニアムマシリカ、